はい、皆さんこんにちは。先日から NDI、NDI と言っていましたが、これはプロ用の企画としてはとっても素晴らしい。でも発展途上の部分もありまして、いろいろ方法を考えていました。そうしましたら、OBS ととっても連携できる VDO 忍者というのがですね、今までは OBS 忍者と呼んでいたんですけれども、その VDO 忍者というのが今画面のところにあるソフトウェアです。これはもうソフトウェアといっても何もインストールをしたりする必要がなく、http://vdo:/ninja とタイプするだけで、今画面に映ってるような画面ができてきます。そしてそこでルームを作成するとします。このソフト自身は基本的に言えば Zoom のようなソフトですけれども、そこで表示される映像などが OBS に簡単に貼り込めるようになっています。ここで部屋名を村長というふうに入れます。そして、パスワードは今の場合分かりやすく1というふうにしておきます。そしてここには翻訳されて監督となっていますが、僕自身も出演するというふうにチェックを入れておきます。いわゆる会議に参加するという意味です。そしてあとはこの青い上側のボタンを押すだけで、もうこれで Zoom のような会議ができるようになっています。はい、こんな画面になりました。そうしましたら、前の NDI の場合は一人一人に QR コードを発行したりしないといけないわけですけれども、これはここにあるリンクをコピーするというのをするだけで何もする必要はなくなります。ちょっとポインターを黄色くしました。そしてリンクをコピーするというふうにします。そうしまして今度はメッセンジャーを開きます。僕は今一人で実験をしますので、僕のメッセンジャーにこの URL を送るだけです。このように送りました。iPad の方でこの URL を開きます。この URL を僕は今一人でテストをしていますので、自分自身ですね。自分自身にこのようにペーストをしました。いわゆる送ったわけですね。で、この今映っているのは iPad の画面になります。この送られてきた URL を開きます。はい、そうするとこのような画面になりました。パスワードを入力するだけです。先ほど1でしたから1というふうにしまして、そして OK を押します。するとこんなカメラのマークが出てきました。これを押します。すると iPad のセキュリティがカメラを使っていいですかということで許可をします。そうしましたらこのように映りました。そうしてここでスタートというのを押すだけです。はい、このように iPad が送信したわけです。そうしましたらどんな風になってるかと言いましたら、ちょっと iPad の画面を消します。そして先ほどのコントロールルームにはこのように iPad で送られてきた画像がこのように出るわけです。この iPad は例えば先ほどのこのメッセンジャーで今度はパソコンでやるとします。はい、このように出てきましたので、またパスワードを1を入力しまして OK をします。すると今度はカメラを使いますか、それともスクリーンを使いますか、いわゆるデスクトップを表示するということです。ここで今回はデスクトップを選択します。そうしましてSelect Screen to Share というのがありますので、それを選択します。僕のパソコンは今2つの画面がありますので、一方の画面を選択しまして共有とします。このように共有ができました。そして先ほどのソフトで見るとこのような画面になります。2つこのようにカメラがあると考えてください。片方はデスクトップですけれども、片方はこのように僕の iPad カメラです。そしてこれはどうやって OBS と連携するかと言いましたら、ここでソロリンクをコピーというのがボタンとしてあります。まずこのソロリンクをコピーします。コピーができましたら OBS の方に移ります。新しいシーンを作ってみます。はい、このように真っ黒な画面なんですけれども、ここにソースを追加します。ブラウザーを選択します。はい、先ほどソロコピーで送ってきたこの URL に貼り付けをします。そして OK をします。はい、このようにレイアウトができるわけです。先日からの NDI と違ってとっても簡単ですね。はい、このように自由にレイアウトができるわけです。いわゆる複数台のスマホカメラがこのように OBS に配置できるわけです。もう1台もやってみましょう。これはデスクトップですけれども、これをカメラと見立ててください。そしてソロリンクをコピーします。そうしましたら、今度は OBS に戻りまして、もう一つブラウザーを立ち上げます。そしてこの URL を入れ替えます。そして OK を押します。はい。このように2番目のカメラ、今はたまたまテストとしてはデスクトップですけれども、このようにできるわけです。今日もお友達の亀岡さんとやりましたけれども、とっても速度もまずまずの速さで送ってこれることと、とっても簡単ですよね。で、ソフトが何もいらない。ブラウザーだけでできて OBS に貼り込めるということになります。このようにして複数台のスマホをカメラにして簡単に OBS に貼り付けれるということになります。今回は細かいことはもうさておき、まずはどのようにすればスマホカメラが便利に使えるかという部分をお知らせしました。再度やっておきますが、これがスマホ、僕の場合は iPad ですけれども、 iPad の画面です。ここに他のメンバーも映っています。ここでまた何人か人が入ってきたら、Zoom と同じようにこの画面が少しずつ何人もに分割されて表示されるようになってきます。とっても簡単な VDO 忍者、そして OBS との連携ができる素晴らしいソフトウェアです。皆さんも今日僕は Facebook でライブ配信をしていました。皆さんが入って来られるか来られないかちょっと待っていたんですけれども、皆さんも今後このような形ですので URL をクリックしていただくだけでテストに参加できますので、ぜひともそのようにやってみてください。村長でした。